いよいよ映画秋は春とご飯を食べたいが公開されます、はい、見どころをですね、はい、太郎からお願いしたいと思います。なんといってもね、美味しいご飯の数々、そして誰とでも見れるというかね、とても見やすい映画になっています。ぜひ楽しみにしてください。これの説明とか、ないんです。ないそれは映画を見ていただければ。はい、本当のこと言うと、映画を見てもこいつが何なのか多分あんま分かんないと思う。ペンギン感じだって。そうですね。それだけ覚えてみてください。楽しみ。